クアルテッドエクセルシオは、日本の減額始終相談。年間通して活動する常設の減額始終相談として、日本を代表する団体である。愛称は、エク。年間通して85円ほどを行う、常設の減額始終相談。1994年に結成。第5回、パオロ・ボルチアーニ国際減額始終相コンクール最高位など、 他の日本の団体の追随を許さぬコンクール受賞歴を持つ。2001年に定期演奏会とラボエクセルシオシリーズを開始。2008年に第19回新日鉄音楽賞フレッシュアーティスト賞を受賞。2010年に発足したサントリーホール室内学アカデミーではコーチングファカルティに就任。2011年にはクアルテットプラスシリーズをはじめ、また、 北米の室内学シリーズに招聘され成功を収めるなど、名実ともに日本の室内学シーンを代表する存在となっている。2014年に結成20周年を迎え、同年4月より翌2015年3月までの自主公演を結成20周年記念シリーズとして行った。2014年12月にクアルテッドエクセルシオでの活動が評価され、チェロをともはじめが 第13回、斎藤秀夫メモリアル基金賞を受賞した。また、2015年3月には、クアルテッドエクセル仕様として、第16回ホテルオークラ音楽賞を受賞した。その活動は、ベートーベン演奏を中心とする、定期演奏会現代音楽など、弦楽史重奏のレパートリーの開拓意欲的な、アウトリーチ活動を3つの柱とし、近年では、 ソリストの室内楽演奏のパートナーを務めるなど、大編成室内楽の核となる演奏活動にも多く取り組んでいる。クアルテッドエクセルシオの活動母体となっている芸術 NPO。理事長は勝村務む、名誉会長は雪松はじめ。私たちの活動に期待してくださる方々とのつながりをファンクラブを超えた形で深めていきたいとの、 クアルテッドエクセルシオの希望を受け、オーケストラの多くが財団法人であるように、減額四重相談も NPO として活動していこうとの構想のもと、2004年に発足。2008年には NPO 法人としての認証を受ける。アラウンドモーツアルト、ありがとうございます。